はい、皆さんどうもこんばんは。山下エンジニアリングの山下です。前回、ご案内した通りですね、今回は、出来上がったばかりの、稲妻400のスクランブラーですね。スクランブラーは結構久しぶりに作ったので、ちょっとその辺また、ご説明していきたいと思います。はい、稲妻400の、スクランブラーですね。結構久しぶりに、スクランブラーは作りました。ここ最近セパハンで、背の低いカペレサばっかり作っていたので、結構新鮮に、感じます。ちょっとライト周りとかは、以前制作したナイトホークみたいにちょっと LED 化してあって、少し新しいような、印象ですねを、与えられるように少し変えてみました。これデイライトですね。ロビームでデイライトにしていて、ハイビームでライトが点灯するようにしています。車検の時はヘッドライト、元に戻さないといけないので、一手もあるんですが、ウインカーですね。フロントウインカー結構眩しいです。ドイツの、ハイサイダーですね。ハイサイダーの、ウインカーです。これテールと、一体になってるものですね。ちょっと待ってください。足が届くか。結構眩しいです。迷惑じゃないかってぐらい眩しいです。この仕様で車検は全然問題ないので大丈夫です。メーター周りはデイトナですね。基本的な仕様はいつもと一緒です。ブロックタイヤ、今回ブリヂストンですね。タイヤサイズも、いつもと同じ。基本的な仕様は一緒です。フレームの加工も同じ、タンクの加工も同じ、ただやっぱスクランブラーになると、ちょっと車高が高くなっているので、はい、この辺ちょっと、またがって検証してみたいと思います。はい、車高はこんな感じですね。結構高いです。カフェとかだとフロントフォーク突き出したりとかして、結構低い方がかっこいいので低め低めに作っているんですけど、スクランブラーは、車高高くて、でハンドルもアップライトなので、高めにした方がやっぱりかっこいいんですよね。それをちょっとまたがってみます。よいしょ。結構高くなってます。でも上半身がアップライトなので、運転自体は、全然運転しやすい部類です。ただやっぱちょっと、僕が背が低いので結構高く感じます。でも両手じゃない、両足のつま先つくので、はい、そこまでなんか恐怖感っていうのはないんですけど、その起こす時だけちょっと重さを感じるような感じですね。今回、私が仕入れたバイクじゃなくて、お客さんから、申し込みで製作した稲妻なんですけど、結構いろいろ大変でした。一度転倒したらしくて、預かった時は、普通にエンジンはかかるんですけど、めちゃくちゃ曲がりにくいです。どっちかだけに曲がりやすくて、どっちかは曲がってくれないとか、エンジンの方結構フケとかも悪くて、いろいろ手を入れないといけないなっていう感じはあったんですけど、はい、なかなか、大変でしたね。今はバッチリ仕上がってるので、すごく乗りやすくなって、めちゃくちゃいい子に生まれ変わったんですけど、はい、結構、大変な子でした。
時間がかかりましたね、やっぱり。そうですね、整備的な部分でいうと、フロントフォークは、曲がっていたので、はい、インナーチューブ新品取り寄せました。取り寄せたんですけど、最初に取り寄せた分は、1本目はただのパイプが届いて、メーカーさんに言って変えてもらったんですけど、はい、まあ、こんなことあるんだなと思ってちょっとびっくりしました。ただの綺麗なパイプが、届きました。フロントフォーク、まあ、インナーチューブ変えて、まあ、シール類ももちろん全部新品です。でエンジンの位置もちょっとずれてたんですよ。稲妻とかって転ぶと先にこういうケース当てちゃってエンジンマウントずれちゃうんですよ。なのでエンジンマウントも位置を直して、そうですね、新品にマウント類も交換しました。まあ、なので今はすごく乗りやすく仕上がっています。ハンドルとかも曲がってたかな、ハンドルもちょっと曲がってたりとかして、はい、まあ、今は全部新品なんで、すごく素直な、いい子になってくれましたね。はい、でタンクもちょっとサビがあったのでサビ取りをして、そうですね、キャブばらした時に細かい、サビが溜まっていたので、はい、サビ取りをしました。はい、キャブはまあ分解清掃、はい、あとそうですね、シール類パッキン交換して同調まで、はい、取っています。オーリンズはもともとオーナーさんがつけたものですね。結構リア周りは、すっきりしています。ナイトフォークでこういうデザインに、ちょっと挑戦したんですけど、はい、結構やっぱりそのちっちゃいテールランプとか、ケラーマンとかハイサイダーとか、あとモトガジェットとか、まあ、最近のこういうちっちゃくてめっちゃ眩しい系の LED、まあ、いいですけどちょっと高かったりとか欠品することがあるので、はい、まあ、高いですね。まあ、でもその分やっぱり質感とかもすごいいいですね。まあ、眩しさもありますけど、なかなかやっぱりちょっと今、はい、まあ、戦争とかも始まっちゃったりとかして、まあ、物流とか、いろいろ大変だとは思うんですけど、まあ、まだまだ届かない部品とか、たくさんあるので、ちょっと納期はどんどん、はい、申し訳ないですけど、遅れているような、感じです。はい、前にですねちょっと一度コメントでいただいたんですけど、稲妻400と稲妻1200のですねブレーキローターの径は一緒ですかみたいなことを確か、コメントにあったと思うんですけど、大きさが、違いますね。稲妻1200の方が、ちょっと大きいです。なので使うことはできないですね。まあ、元々、まあ、フロント周りごっそりっていう感じじゃないですかね。どうしてもつけたいってなると、はい、そうですね、このキャリパーの位置と、まあ、ローターの位置合わないので取り付けることは、はい、基本的にはできないです。まあ、キャリパー自体は一緒なのでキャリパーは使えます。はい、ただローターは使えないのでその辺は、注意が必要ですね。送られてきた綺麗な棒はこれですね。まあ新品じゃないんでリプロも買ってるんですけど、はい、まあ交換してもらったから良かったんですけど、ただの綺麗な棒です。ここに見えるかな、ただの空洞になっちゃってて、オイルロックピース組めないんですよね。はい、なのでただの綺麗な棒です。まあ、でもこの綺麗な棒も使い道はいろいろあるんですよ。はい、なんか、工具延長したりとか、何かを叩き込んだりとかするときに、結構使えるので、まあ僕よくやるのはステムベアリング交換するときとかに
工具かまして、でこれ上から突っ込ん でテスパイプでバンって上からハンマーでガンガン叩けば結構取れたりとかするので、はい、まあ、道具っていうか、まあ、あればなんか安心みたいな感じですね。まあ、あと曲がったシフトペダルとかも、このパイプで曲げたりとかもできるので、まああると、もし、交換して捨てるぐらいだったら1本取っといた方がなんか整備するときに使えたりとかするので、はい、結構便利だと思いますよ。軽とかがあれば、はい、なんか打ち込むときとかも、使えたりとかするので、はい、僕は結構、重宝します。ただやっぱりただの棒で送られてきちゃうと納期ずれちゃうので、はい、まあお願いしてからもちょっとかかったのかな、そうですね、まあ3ヶ月ぐらいかかっちゃったんで、はい、まあ、あるだけ、新品があるだけすごくありがたいんですけど、はい、っていうパイプが送られてきたっていう、ことも、はい、ありました。はい、今回もご視聴ありがとうございました。最近はですね、作業の後に、CL125 のエンジンを下ろして、腰下ばらして、オイルシールとかを交換しています。ちょっとオイル漏れがひどくなってきたので、はい、でまあまあ部品もシール類は意外とあったりとか、まあ、はい、出ない部品もまああるはあるんですけど、はい、一台一台ちょっと手入れたいなと思ってるバイクあるので、はい、通常作業の後に少しずつまあ、在庫の整備とかをやったりとかも、はい、しています。そんな感じですね。もう最近でもすごく暖かくなってきたんで、はい、多分バイク乗りで花粉症の方多いと思うんですけど、まあ、僕も漏れなくなかなかの花粉症なので、暖かくなってきたら嬉しいんですけど、はい、バイク乗るのも結構花粉症大変なので、そうですね、大変な時期ではあります。まあいろいろいろんな社会情勢とか、まあ、もちろんコロナとかもありますけど、まあ、自分はこうやって日々仕事ができる幸せみたいなのをすごく、はい、感じています。もともと僕今で どれくらいかな、4年ぐらいかな、4年か5年ぐらいなんですけど、今の商売始めてから、はい、で春にまあ、やり始めたのですごく感慨深い季節ではあるんですよ。で今みたいにオーダーたくさんいただいててっていう時もなかったので、はい、まあ、1年目の頃とかはやっぱりそうですね、まあ、大変でしたけど、もうなんていうんですかね、もう作るしかないし売るしかないしみたいな感じだったんで、はい、今はだから、まあ、一応そうですね、お客さんにすごいお待ちいただいてるんですけど、一台一台結構しっかり時間かけて整備とかできたりとかするので、はい、クオリティはすごく上がってますね。まあ、一台一台かける時間もちょっと長くはなってますけど、はい、その分仕上がりはすごく良くなってます。なので、はい、どうしてもお待たせしてしまうんですけど、はい、楽しみに、待っていていただけると大変ありがたいと思っています。はい、今回もご視聴ありがとうございました。皆さん、はい、花粉症大変ですけど、楽しくバイク乗ってください。はい、ありがとうございました。